はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンライトジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。こちらのジャケットがですね、2021年の春夏モデルということで、もうほんまについ最近発売されたばっかりなんですよね。だからまあ新作とか新色ってまあ皆さんお好きじゃないですか。やったらまあちょっとここはポチっとかなあかんなということで、こちらポチったんですけども、まあ、これまた色見てください。綺麗な色味になってて、茶色というかなんというかちょっと薄めというかね、グレーっぽいというか、まあ、綺麗な色味が入ってると思うんですけど、これがね、なんか名前が何だったかな、ミネラルグレーという、まあ、一応グレーの色味になってるんですね。よくノースフェイスやったらあのベージュ系の色味とかよく出てるんですけど、今回グレーが出たんやということでね、まあ、僕もさっき美容室行ってあのちょっとグレー色に髪の毛を染めてきて、まあ、そんなどうでもいい話は一回置いといて、まあ、このレビューを一回してみたいなというふうには思うんですけども、まあ、マウンテンライトジャケットってなんかいつの時代もずっと人気あるんですよね。春にも出るし、そして冬ではなくて秋かにも出るんですけど、なんか結構人気があって、まあ、それこそ最近の方完売はせえへんけど、まあ、ずっとなんか人気はあるみたいな感じのジャケットになってて、まあ、今回のシーズンで言うんやったら、まあ、春夏モデルはこの多分グレーのやつが一番人気はあると思うんですけど、まあ、どうせやったらこれを紹介していこうじゃないかということになっておりますので、まあ、今日の流れとしてはですね、まずなんでそもそもこのマウンテンライトジャケットがなんで人気あんのとかいう話をしてみたりだとかですね、まあ、ちょっと新色についても喋ってみたりだとか、あとはまあマウンテンジャケットの違いとかですよね、ここにもあるんですけど、まあ、何がちゃうのとかいう話をしてみたりだとか、そして次はデメリットですよね。とは言いながらも、やっぱりマウンテンライトジャケットってここがいつも微妙なんですよねみたいな話をして、ほんでおすすめの人、サイズ感という順番でいきたいなと思います。まあ、ちなみにですね、サイズ感に関しては以前 S サイズ、M サイズ、L サイズのマウンテンライトジャケットのサイズ動画で作ったんですけど、またあの新たに作ろうと思ってですね、このマウンテンライトデニムの方を2つ買っておりますので、これはまたあの明日かな、動画であの紹介しますので、また楽しみにしておいていただければいいかなと思うんですが、またサイズ比較動画もあの新しくリニューアルして出しますよというお知らせをしておいて、まずは特徴に行きたいなと思うんですが、マウンテンライトジャケットなんでこんなこんな人気あんのというとですね、やっぱり圧倒的なコスパなんですよね。あの安くもなく高くもなくっていう、一番こう手を出しやすいというか、ついついこう手が伸びちゃう。例えばあのスタバでいうところのショートサイズ、トールサイズ、ラージサイズっていうのかな、なんかこの3つあるじゃないですか。どれしますかって言われたら、だいたい皆さんトール選ぶと思うんですね。まあ、僕はトールしか選ばないんですけど、ショートやったらちょっとなんかあのもったいない気がする、あの足りひんかったらちょっと嫌やなと思う。ただラージまで行ったらお腹ちゃぶちゃぶになったら嫌やな、まあ、値段的にもトールでええかなと思ったら、ちょっと間をこう手出しやすいじゃないですか。でそれ以外にやったらマクドやったらポテトありますよね。まあ、ポテトやったら S サイズのポテトやったらもう瞬殺でなくなると。で M サイズやったらまあ程よい感じじゃないですか。ほんでじゃあ L まで行ってしまうと、次はポテトでお腹いっぱいになるんですよね。いやいや、ポテトではお腹にいっぱいしたくないと。ちょっとこうつまむ程度でええねんけども、ポテトで腹満たすのはちょっとちゃうねんなっていうのあるじゃないですか。でまあ特にまあポテトでいうところ、まあ僕のこだわりはですね、あの底の方に眠ってるあのカリカリの部分、あれがやっぱうまいんですよね。あのカリカリの部分に塩をいっぱいバーッとつけてガリッと食べるとですね、めちゃくちゃ体に悪いけども、あ美味しかったなという満足感があるんですが、まあそういったポテトの話は一回どうでもいいとして、まあノースフェイスで言うならね、こういうあのマウンテンレインテックスっていうのが、これが大体3万円ぐらいにあるんですかね。でそれ以外にもこのクライムライトジャケットっていうの、まあ、これも大体3万円ちょっとぐらいであるんですかね。ほんでこういうドリズルジャケット、これもまあ3万円ちょっとぐらいになるんですかね。まあ、この辺が多分ノースフェイスの中でもゴアテックスっていうこういう生地を使ってるやつでは一番安いタイプなんですよ。ほんで次にワンランク上げるとこのマウンテンライトぐらいになってくる。まあ、要はポテトの M サイズ状態ですね。じゃあ次ポテトの L サイズ状態になったら何になってくるのかというと、このマウンテンジャケットなんですよね。これに関してもう5万5千か6千ぐらいするってことで、ぐんと値段は跳ね上がるんですけども、今の見てもらったら分かると思うんですが、小畜梅が綺麗に揃えられてるんですね。だから無意識にマウンテンライトに手が行くように設計、値段設計がされてたりするので、これあのよく心理学でも極端の回避性とか言ったりして、人間ってこの真ん中のものを選びやすいっていうのがあったりするんですけど、まあ多分そういったのもあったりとかして、やっぱりマウンテンライトが人気は出てくるかなとは思うんですけど、まあ多分これ見ていただいてる方もですね、あ確かに言われてみれば、まあ安いの中間高いのってあったら、まあ高いまでいければいいけど、そこまで出す必要あるんかな、やったらマウンテンライトでいいじゃんみたいな、まあ高いのを出すんやったら、まあマウンテンジャケットまで行きたいねんけども、まあちょっと今月の予算と来月の飲み会考えたら、よしマウンテンライト行こうとか、実はこっそり1年前から嫁に黙ってへそくり貯めてたけども、そのへそくりは2万あるやろ、今月の小遣いが3万やろ、5万、まあマウンテンジャケット一番高いの買えんことないけども、まあ無理はせんとマウンテンライトで行こうみたいな感じでね、ちょうど中間ってまあ手が出しやすいっていうところで、まあ圧倒的なコスパが良かったりするっていうところが、まあこの辺のまあ人気になってくるんかなというのが、まあまず人気の秘訣かなと僕個人的には思ってるんですけどね。
それはどうか知らないですけど、そういうふうに思ってて、じゃあ次2番目の新色についてっていうところなんですが、新色がね、これミネラルグレーという新色になってて、まあ、色味をねバッと拡大して見てもらうと、ノースフェイスってここ3年ぐらいずっと茶色系の色が続いてたんですよね。春のこのマウンテンライトの時期って、もう細かく言っちゃうとなんかマニアみたいになっちゃうからあれなんですけど、まあ、ブリティッシュカーキ、ケルプタンとかファルコンブラウンとか、まあ、そういうね、まあ、ユーティリティブラウンとか、まあ、そういうブラウン系が続いてたのに、あ、グレーって結構久々に来たなという感じがあったりすると思うので、まあ、そういった部分でも結構注目されてる方は多いと思うんですけど、一回どんなか着てみましょうか。はい、とまあこんな感じになってるんですけども、どうですかねグレー。僕もまだ見てないんでどんなもんかわからないんですけど、まあ髪色と合ってるのかなわからんけど、まあ、普通の人こんな色してないからね、ちゃんと黒やと思うんですけど、まあこれがミネラルグレーで、まあもちろん黒パンとかは全然合うし、まあデニムとかでも合わせれると思うんですけど、まあこういったなんかグレーってちょっと大人っぽい品があるイメージしますよね。ようお前みたいな髪型のやつが言ってるなと思うんですけど、まあなんかこの品があるなーっていう色味はね、あのジャケットの色味ですよ、僕とかじゃなくてジャケットの色味はそんな感じがしたりするので、まあこの辺がまあ結構どんな人でも合わせやすいんちゃうかなと思います。ほんでもって次がですね、やっぱりこのマウンテンライトジャケットって長く着れるんですよね。夏は無理や、春、秋、冬という風に着れてて、ちょうど今時期ぐらいから、まあ、ちょっとあったかくなってきたじゃないですか。ダウンジャケットまではいらんけども、まあ、ちょっとあったかくなってきたとはいえ、やっぱり風が冷たいとかちょっと寒いとかっていう時あると思うんですね。そういう時はもうこのマウンテンライトジャケットをこうやって T シャツ上にパッて羽織ってあげるだけで全く風が入ってこないんですよ。ほんでそれでもって全く水も入ってこないんですよ。ほんなら、こんな薄っぺらいペラペラのペライチでいけますのと思うじゃないですか。意外とこれがいけるんですよね。やっぱ風を遮断してあげるって、あ、大事なんやなっていうのがこう身に染みてわかるぐらい全然違うので、これがねゴアテックスっていうこの生地ね、この四角のやつね、ペロンって重なってる、まあ、これがあることによって、まあ、それができますよということになってるので、まあ、ちょうど今時期からも使えるし、ほんでもって冬場になったらこの中にジップを連結させてジップインジップっていうのもできちゃうんですよね。ダウンジャケットとかフリースとかとこれジップを連結させてまるでダウンジャケットとかみたいな感じにできちゃうっていう、そのカスタム性の高さもまあ冬場にまた使えるじゃないですか。でまあ秋とか春はまあこんな感じで上にパッて羽織ってあげればいいと思うんですけど、まあそんな感じで使えるっていうところで、意外と着れる時期が長いんよということでね。まあ夏はもちろん着れませんよ。夏なんかにこんな着てるやつおらんし、夏なんかにこんな着てたらですね、まあ、おっさん見苦しいから脱いでくれというふうに言われますので、まあそんなことでね、まあ、とりあえず3シーズン着れる、だから4シーズンある中でも3シーズン着れるっていうところも多分このマウンテンライトジャケットのまあ人気のゆえんやとは思うんですけど、まあそういったところになってて、次4番目っていうのがマウンテンジャケットの違い。え、これマウンテンジャケットちゃうのというとちょっとややこしいと思うんですけど、これマウンテンライトっていうんですね。ちょっと軽量級とかって、よくボクシングでもライト級とか言ったりすると思うんですけど、まあああいう意味と同じでちょっと軽量級とか、まあ簡易的っていう意味のジャケットがこれなんですよ。え、39,000円、約4万円もしてて簡易的なんっていうふうに思うと思うんですけど、それがね、もう一個上のさっき言ってたマウンテンジャケットなんですね。5万円するって言ってた。こっちのタイプに関してはもうワンランク上。てかむしろこれが元祖なんですね。これが作られた上に、まあこれではあまりにもちょっと値段も高いと、もうちょっと手の届かしやすくて、もっと街用にスペックを落としたものがいいんじゃないかっていうのが、このマウンテンライトジャケットなんですよ。あ、ほうほう、なるほどなと。最初に言ってたスタバのやつねと、トールジャケットねっていうふうに思ってもらったらいいと思うんですけど、まあそういったところでね、もともとの元祖のこのラージジャケットがありますよね。マウンテンジャケットのね、これがあることによって、まあ、このライト級ができたということなんで、おのずとね値段も違うし、1万円ぐらい違うか、1万5000円か、1万5000円ぐらい違うし、スペックも変わってくるんですけど、まあ、それに関してはですね、それの単体の動画っていうのを作ってるんですね。そんなマニアックな動画誰が見んねんってことなんですけど、まあ、その動画も作ってるし、さっき言ったジップインジップの動画も作ってますので、それはまた動画説明欄に貼っときますので、それは見ていただければいいかなと思いますので、それで、違いは見てください。喋り出すと長くなるので、その辺はスパッといきますのでね、それで終わりということになっております。ほんでもって、じゃあデメリットをじゃあ次は行きたいなと思うんですよ。そうやってそんだけいいとこいろいろありましたと、確かに風も雨も防ぐ、そして春にも着れて、冬にも着れて、秋にも着れる。ほんじゃあどこが悪いのというふうになってくるとですね、意外とこれもあんまり悪いとこないんですよね。まあ4万円着るかぐらいの値段で、まあそこそこのクオリティがあって、別にこれ以上って特に求めることないから、機能としては全く申し分ないし、見た目とかもそんなに全然悪いとかっていう感じしないじゃないですか。ただ一点言うとね、ノースフェイスのこの切り返しのやつってもう定番じゃないですか。はいはい、これが黒で、こっちが色ついてるやつね、赤とかあったり、まあ今回はグレーやけど、まあ、黄色とかあったりするよねっていう、まあ、バルトロとかもそうやと思いますし、マウンテンダウンとかもそうやと思うんですけど、ありとあらゆるのがこの切り返しパターンになってるんですけど、まあ、これはねマウンテンライトに限ったことではないんですけど、この2色展開のやつってちょっとコーディネート難しいんですよね。合わせづらいっていうのがあったりして、他のパタゴニアとかモンベルって単色なんですよ。例えばこういった感じでね、もうオールブラックやったらこういう風にオールブラックとか、まあノースフェイスでもこうやって単色のね
オールカーキみたいなのがあったりするんですけど、こういうのはまだ私服で合わせやすいんですけど、こういう切り返しのパターンってなんか山感めっちゃ出るじゃないですか。だから僕あんまりこの切り返しのパターンってあんまり普段私服では着ないんですよね。私服やったらこういう風な一色のやつとかやったら、ついこの間あのルミネナンバーグランドカケツ行ったんですけど、まあ、その時なんかもこれ着用してますし、まあ、こういったあの単色の方が合わせやすいんですけど、まあ、強いて言うならこういうちょっと切り返しが合わせづらさが若干あるかなっていうところでは、まあ、あるんかなというふうに思いますね。まあ、ただそれ以外に悪いところってまあほぼないんですよね。はないなと思ってて、むしろある方いらっしゃったらこれコメントで欲しいんですけど、僕はちょっと思いつかないんですよね。それからデメリットはほぼほぼなしと。本日は次おすすめの人は誰なんですかというとですね、おすすめの人はやっぱりノースフェイスの人気のアウターがとりあえず欲しいっていう方はですね、そのマウンテンジャケットとか、さっき言った5万円のね、まあ、あれ別名ラオジャケットっていうんですけど、北斗の拳のラオのごとく最強やということで僕が勝手につけたラオジャケットっていう名前がこれついてるんですけど、こっちのマウンテンライトの方はですね、もうちょっとスペックを落としてくれてるので値段も手が出しやすいですし、ほんでもってまあ人気のアウターやから、まあ、とりあえず1着こういったマウンテンパーカーが欲しいって思ってはる第一歩の初心者の方というか、その一歩目の方とかはまずこのマウンテンライトジャケットを持ってはったらいいと思うんですよね。でそれで持ってて、まあ、やっぱりもう一個ワンランク上のスペックの方がいいなとかって思った時にはそっちに行ったらいいと思うんですけど、まあ、まず最初はこれでいいんちゃうかなという、まあ、そういった方にはおすすめだと思うんですけど、まあ、その辺があれかなと思います。だからまあ個人的に言うならやっぱりこういうのでも別にミネラルグレーとか毎年ね新色出てくるから、もうかそれ買い出したら止まらないんですよ。ずっと追わなあかんか、いたちごっこなんですよね。だからそれはまああのそれが好きな方もいらっしゃるし、それが好きじゃないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあシンプルに黒とか買っておけば、まあ、ずっと着れるじゃないですか。別に今年のカラーとかじゃないし、もうまあいい年出てるから、僕は弟にもう黒をマウンテンライトプレゼントしたんですけど、まあ、それやったら秋が来へんし、まあ、毎年ずっと着れるけど、こういう色物をね買っちゃうと、あ、去年のカラーやなとか、あ、一昨年のカラーやなとか、あ、4年前のカラーやなって見る人が見たら分かるんですよね。でそんなマニアおんのと思うと思うんですけど、それが似てるんですよね。だからまあそういうのが嫌な方はやっぱブラックとかの方がいいと思うんですけど、まあ、そういうどうしてもこの色がいいとか、まあ、こういう毎年買ってきたいとかっていう方がいらっしゃれば、まあ、こういったあの色付きもいいんじゃないかななんて思ってるっていうところで、まあ、最後はサイズ感に行きたいなと思うんですけど、まあ、サイズがですね、これ今着用してるのが僕は M サイズなんですよね。でこの M サイズを着用してて178センチ69キロということになってて、まあ、最近ちょっと断食を始めたので体重が落ちしてるかもしれませんが、しばらくは69と言いますけども、まあ、そんな感じでね、あの着てるんですけど、 M サイズを聞くと、あれちょっとサイズちっちゃくないかって思いはる方もいらっしゃると思うんですよ。まさにその通りということになってるので、またそれは別にサイズ比較動画出すっておっしゃっあの言ってたと思うんですけど、まあ、それはあのサイズ比較動画出しますので、その時により詳細に T シャツやったらちょっといいけど、フリース着たら狭いとか、まあ、パーカーやったら微妙やなとかっていうのもまた言おうと思ってますので、まあ、それは楽しみにしていただければいいかなと思いますので、今回はまあ M サイズ着てる様子だけ最後見てもらいたいなと思いますということになってますので、本日はですねノースフェイスのマウンテンライトジャケットの新色を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Problems. I thought we could fix.